も始まりましたパチンコプレイガイド TV。 皆さんこんばんは。さあ今日は朝から実践ということで、うん、イスランド天文館に来ております。はい、来ております。今日の企画は、うん、ジャグラーペカリンピック。イエーイ。待て何ですか。待て、ほんと君たち説教タイムです。君たちほんとね、ミリオンゴッドデースバージョン入ったの知らないんですか。あー知ってる。っていうことは企画内容は何。ゴッドゴッドゴッド。いや分からん分かんないよそれ。じゃあゴッド VS ジャグラーで。あーいいですか、ゴッド VS ジャグラーで。ただ終わった後ね、ゆみちゃんが泣いてる姿が目に浮かぶ。今度ゆみちゃん大丈夫。絶対大丈夫。お母さんも見てる。ジャグラーなら大丈夫、ね、お母さんも見てると思うけどね。まあちょっと頑張ってね、はい、やりたいと思います。それでは行きましょう。パチンコプレイガイド TV スタート。ゴッドウッド。本日の実践ホールはイエスランド天文館店、パッツロ131台設置のホール。最新機種はもちろん、遊べる5スロも設置していますよ。さあということで、僕の楽器はこちらミリオンゴッドゼウスバージョン、この番組でも初出しとなりますが、ゴッド揃いを見せたいと思います。楽器がすごい調子がいいみたいな、ね、はい、僕実はもう3回弾いてるんですよ。まだ2回しか弾いてないんですけど、自慢じゃないので。腹立つでしょ。腹立つけどいい弾きを持ってるな。おっと、おっと、巨大か。これちょっと信頼度下がってるっぽいんですよね。でもどうか。あら、まさか。あら、やめて。やべ、きたー、きた、出た。19ゲーム。19ゲーム。何ですか。やめてよ、そういうの。ゴッドは俺にちょうだいよ。すみません、本当ね、愛情はヤマキンさんの方が全然あると思うんですよ、ゴッドに対しては。マジか。でもね、僕なんですよね、引いちゃうの。こんなこんなことある。19ゲームで。いいなぁ。エクストラゲーム。そうか、エクストラスタートなんだ。通常時から入ることがありますから。まあ、このエクストラゲームね、青菜が斜め揃い、まあ、ここまで続くんで、これが出るまでにどのぐらい上乗せできるかってことがポイントですね。あー怖い。だリプレイがちょっと出るとドキドキするんですよね。いやー乗せたい。終わり。こうやって斜めにリプレイが揃ってしまうと、それで終わりなんですよ。今回キラの確率も大幅にアップしてまして、まあ、今これで4連目なんですけれども、5連したらもう上乗せ確定です。はい、これで上乗せですね。最低10ゲーム乗りますんで、せーの。でこっからも続けば続く、このどんどん上乗せしてきます。でさらにここの数字がセット数の上乗せのパーセンテージ、まあ、期待度にもつながると。なんで 10% の確率で、セット数も今上乗せしているということですね。あー終わったか。でここで1回ストップです。なんでキナナの連チャンをね、ゴッドゲーム中は楽しめるのかなと。まあでも茜が、ね、喜んでるうちは可愛いもんやね。そんなん言って大丈夫ですか。いや俺ゴッド引いて粗品の顔で打つから。はあはあ、かっこいいでしょ。表情一つ変えずに打つわ。その頃ジャグラー組は、見て3回転ゴーゴランプ光る前に揃ったんですよ。田中さんまだ光ってないから私が一番に光らせます。1ゲーム連見たいでしょ。いくよ。リプレイ光りました。やばい、マジ嬉しい。これがもうゆうみちゃんのリアクションがすごかったんですよ。はい、やってよ。もう一回いくよ。やった。しかし早めにペカってよかったね。さらにビッグだといいけど。いや、ペカリ数勝負みたいですよ。ゴーゴランプ。さ
さあ今この SM ましたけど、これでリプレイが外れると次 ART 当たった時に200ゲームスタートの可能性がアップします。基本リプレイと、あ、外れた、あ、外れた。これ200ゲームスタートの可能性が高まりましたね。その後挙動も怪しくなってきましたよ。斜め揃え、お、素晴らしい。いや、これ全然当たるとは思ってなかった。200ゲームスタートの可能ありますよ。よし、200ゲーム来い。さあ、このリプレイを揃えた後にゲーム数が出ます。来い、おっ、素晴らしい。たまらんね。ですね、今回 G ゾーン2も ART 状態になるので、まあ、前作と違って、G ゾーンでのメダルの減りがないんですよね。はい、でここから1の G ゾーンです。この枚数を維持したままプレイができるという作りですね。はい、ありがとうございます。いやー、気持ちいいな。はい、オリンパスかと、ここで山金に、よし、なかなか出ないっすよ。 30% でもうワンセット上乗せしてます。だよ、来たよ、乗ってきた。ねえ、コートばっかり映してたでしょ。私たちちゃんと光ったんだよ。こちら2回光って、うん、こちらちょっとゴーゴーランプ映せなかったんですけど、ビッグボーナスを、いや、2人でどっちがいっぱい光るかみたいな勝負してるんですよ。勝負してる。1回もペカらせてないじゃん。電気はついてないので今2対0なんです。そうです。レインボー、まあ、僕まだ見たことないですけど、ここの G ゾーンの文字がレインボーになった時に、内部的なモードを上げる修正をするような G ゾーンに突入するんですよね。なのでその文字の色も注目して打っていただきたい。ラスト、いやー、終わった。この G ゾーンも、斜めの青7揃い、まあ、この画面が暗くなった時に終了、これで多分終了です。これで終了です。次も早めに引けるかな。そしてヤマキンは3セット目に突入できるか。あー、終わった。おっ、あ、これ1ゲームで終わったら結構モードが上の可能性が大なんですよ。頼む。2回目、4連すれば確定です。3連目で当たることもね、結構あります。あ、4連いきました、確定です。よし、やっと光りました。じゃあゴーゴーランプもらい。サメってどうするんですか。そんな簡単に当たるわけないでしょう。ほらね、消えてる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 。ずっといるのやばい、びっくりした。いや、なんかね、こうしてたから、あずはにでかくなりすぎた。こうしてたから全然気づかなくて、キンキンキンってなって、さあ、これがビッグだといいですね。おー、ビッグ、やった。今、青7リプ2の後なんで、まあ、青7リプレイの可能性もありますね。はい、おで、ボタン押して、もうかかったら、もう
本当に上の方のボードにいる可能性がマジっすか高いんで立っちゃうんじゃないの。ありえます。もうはい、ありがとうございます。どうせならもう V とか来て、はい、ありがとうございます。211ゲーム回して2回目の初当たりです。愛の花畑。その頃ヤマキンは4セット目。今日でも調子いいですね。本当にゴッと引けるじゃないですか。あの普通のことだから。あ、びっくりした、びっくりした、すみません。来た。これは揃っちゃってもおかしくない。いきます。揃え、うわーマジでこれは痛い。今回の勝負、ミリオンゴッドの勝利です。やっぱゴッドでしょ。だってで、ちょっと私一番聞きたいのが、ゴッド揃いはカメラに映ってたんですか、うん、出したんですか。してます。どっちどっち、ね、ゴッド打つ限りやっぱゴッド揃い見せないと。そうです。どんな番組ならない。何打ちたんですか。え、ミリオンゴッド打ってましたよ。ゴッド打つ限りゴッド揃いをしないとやっぱダメですよ。で、見せたんですか。見せてはないですよ。なんで強気に言うんですか。なんで。まあじゃあ今度はみんなでゴッド打つっていうのやりますか、うん、ゴッド揃いを引くまで帰れません。これを本当にね、まあ、楽しそうですね。3日ぐらい、3日ぐらい帰れない可能性もありますけどね。さあというわけでみんなね、うん、ハッピーな結果に終わりましたので、そうです、素晴らしい、はい、まだまだ頑張っていきたいと思います。というわけでイエスランド天文館展からの実践でした。ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。